宇宙世紀 0081 8月4日1800を過ぎた。しかし北米オーガスタに星が降り注ぐことはなかった。何も起こらない。嘘でしょ。どうして落ちてこない。まさか月の舞台に何か。そんな、こんなことって。まだ信じて戦ってる人たちがいるのに。アイヒマン大佐は何のために。フィリーネ、撤退の信号弾だけは撃っておいてくれ。でもエリク隊長。水天の涙作戦は失敗したんだ。水天の涙作戦、月のマスドライバーを使用したルナチタニウムを含む重金属で組成された大質量弾による地球への直接攻撃。常に月から地上を狙える状況を作ることで、地球連邦政府と交渉の席を設け、スペースノイドの独立を認めさせる計画。インビジブルナイツにはその瞬間が目前に迫ったかに見えた。だが彼らとその同胞たちが地上で奮戦していた頃、月のマスドライバーを占拠するジオン残党は絶望的状況にあった。月面の連邦軍部隊の攻撃により部隊は壊滅。戦力と呼べるものはほとんど残らず、オーガスタ基地での攻防戦の裏側で作戦の要である月からの質量弾発射は事実上不可能な状態に陥っていたのだった。辛酸を舐め尽くし、生き恥を晒し、ついに今日を迎えたインビジブルナイツだったが、彼らの希望は空から飛来することはなく、すべてが無双の中に消えた。そしてタチアナさんも戻ってこない。どうして。来れない事情があるのか、あるいはタチアナが裏切るはずはない。一年戦争終結間際、地球連邦軍へと潜入し、作戦終了後には彼らとの合流を約束していた彼女タチアナ・デイアもまた帰ってくることはなかった。の交差。
どうしてお前たちは戦い続けるんだ。生きることを諦めた連中ってのは厄介なんだよね。Thank you.
で決まることを敵も理解しているようだ。ってわけだな。悪いけどな。うわお客さんが続々とお出ましのようだな。